ベンジャミン・ウィチカット。ベンジャミン・ウィチカットは、イギリスの神学者、説教師、哲学者、ケンブリッジ・プラトン学派の代表的な人物である。バーミンガム近郊の貴族の生まれ。幼少期に関しては詳細はわからないが、1626年に、ケンブリッジ大学のエマヌエル学寮に入学。ピューリタンの神学校として知られていた。当学寮で文学修士号を取得。 後に、東学寮のフェローとなり、後世に、ケンブリッジ・プラトン学派のメンバーとみなされる、後進の育成にも力を注いだ。なお、哲学体系を構築しようとした厳密な意味での、哲学者ではなく、古典哲学の解説、教会においての説教などの奏功が、断片的に残っているだけで、著作は一つもない。1636年、トリニティ教会の説教師となる。 ウィチカットの説教は、評判を呼び名声が高まったが、やがて正当派のピュリータニズムと対立が起き、彼の死であるタックーニと激しい論争が起きた。これにより、ウィチカットは、ケンブリッジを1651年に去る。その後、しばらくイン遁ン生活を余儀なくされたが、晩年は、彼の人格と知見が変われて、再び教会に牧師として立つことができた。ありがとうございます。